今日まず本当に呼びかけの期間もすごく短かったんですけど、例えば地方から来てる人もいれば初めて来ますっていう人もいたりして、国会前に来るとか政治に対して声を上げるっていうのがすごく当たり前になってきてるっていうのをすごく今回は痛感しましたね。でそれぐらい当たり前に起こらないといけないっていうような政治状況があって、いや今起こってることってやっぱり嘘をつくなとか責任果たせとか本当に当たり前ぐらいのこと、政治的に云々とかっていう次元の話でもないんじゃないかっていうぐらいの話で、そういう意味でみんな当たり前に起こっていいと思ってここにたくさんの人が集まったっていう光景ができたと思いますね。今日はまあ路上まで人が溢れるような状況になったんですけど、やっぱり中がすごく多様で、まあ、音楽がかかっているところもあるし、まあ、マッシブにコールしているところもあるし、まあ、少し弾いてる人たち、弾いて座ってる人たちもいるし、でそういう意味ではなんか本当に特別なことじゃなくなってきてるなっていうのをすごく感じて、本当にいろんな人たちがいて、いろんな人たちが抗議していいっていうふうに、どんどん日本の民主主義っていうのはもう進化していってんじゃないのかなと思いました。あの別に俺ら大したこと言ってないから、公文書ちゃんと改ざんしないで管理してって言ってるだけでしょ。8億円値引きしてんだったらその理由言ってよっていう、それだけでしょ。何をあんなにあいつら焦ってるわけ。あいつら一番やばいと思ってるからこんなことになってんだよね。だから声出し続けていきましょう。これでやめなかったらもう一回来ようね。掃除しとけ、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 掃除しとけ。